ときはちょっと倒すっていうのがポイントです。リリちゃんのチンテールは長さをちょっと生かして巻いていきたいので、一回巻いたら外して熱いうちに伸ばす。 AKB48 の60枚目のシングルの久しぶりのリップグロスをセンターさせていただいてるんですけど、その曲では高めのツインテールをしてて、高めのツインテールにもちょっとポイントがあるので、また岡村さんに作ってもらいたいと思います。はい、高いツインテールにもめちゃめちゃ絶妙な位置っていうのがあって、はい、岡村さんにしかわからない位置なんですよ。これは本当に絶妙な位置です。真横で結んでるのがよくあるツインテールなんですけど、エリーちゃんのツインテールは気持ち高めの後ろ目です。後ろ目で結ぶとまず顔の横に巻きが来ないので、髪の毛が広がらないので、ここにツインテールがあるときと後ろにあるときだと、この顔周りのボリュームがだいぶ変わるんです。さっきと同じで3周です。これも3周全力で結びます。岡村さんの結び威力がすごいからあ、やばい、多分やばい、知ってる？うん、あ、これがリップグロスの位置です。リップグロスの時の髪飾りがリボンで、垂れ下がってるリボンなんで、スタイリストさんと相談して高めついてる。今回のシングル活動は行きます。いつものツインテールがこんな感じです。耳のちょっと上くらいに これぐらいの位置で結んでます。で、久しぶりのリップグロスのツインテールはこんな感じです。さっきより高めですね。こんな感じになってます。後ろはこんな感じになってます。久しぶりのリップグロスのこの位置は決めるのに良かったのはどういうあれなんですか？耳上のツインテールだと普通なので、やっぱ目立っていきたいので高めのツインテールにしました。センターですか？はい、あと髪飾りが本当に長いリボンなので、高めの方が見えるし可愛いので高めにしてます。スタイリーさん、そろそろ。はい、待って、やばい結構エリーちゃん必死ですね。必死です。もう岡村さんのに慣れすぎて、他の、メイクさんにツインテールしてもらうときとか結んでもらうときに、もう全力で引っ張るとすごいねって言われますあ、やばい、ごめん、ちょっと待って、ゴムがね、切れたの。あ、もうない。いきますか、これ威力大丈夫？あ、ねえ待って、エリさん頑張って。絶対こっちの結び方の方がいい。ねえ、どこ？もうやばい、もうやばいね。余計なことしました。高めのツインができました。ここでまたエリーちゃんの頭を潰します。これはきっと自分でツインテール作るときもこうやってみんなできると思うので、リップグロスバージョンの、はい、エリーちゃんです。久しぶりのリップグロスバージョンです。これにいつもはリボンつけてます。ポイントはさっきまでのツインテールの結び目はここだったんですけど、
ゴム1個分ぐらい後ろで結んでいます。下目だったらここら辺ですかね。そうですね、1個分後ろのここで結んでます。頭皮はここからこんな感じで、後ろもこんな感じで、パヤパヤ出てきちゃう感じとかは本番ギリギリまでピンで押さえたりしてます。こういう毛がねいるので押さえて、こんな感じです。いつものツインテールが完成です。ほんと普通 あのコンビニとかに売ってる普通の輪っかのゴムとかでも全然できるので、文化祭とか体育祭とかでやるってなった時、うん、そんな強度いらないと思うので普通のゴムで全然大丈夫です。ポイントは潰すことですね。ほんと結び目を押さえる、根元を寝かせる。巻きはちょっと見える前側のところを小手巻き、はい、下目から巻くって感じです。触覚も結構丸引いてくれてるんですね。はい、皆さんぜひこのグルーめちゃめちゃいいです。本当にぜひ試してください。本当に取れないです。本当に取れないですね。取れないです。何やっても貴重なコラボで、ちょっとぜひ2人にはまたいろんな形で、うん、お母さんにもぜひ、おいろんな髪型もまたお願いします。お願いします。癖のある手の動きが、はい、改めてちょっといかがでしたか、それぞれ。なんかやっぱ動画撮ってるから普段とちょっと違う。どうしたらいいか分からない。面白い。じわじわ来ちゃった。もうちょっとなんか緩いですよね、うん、もうくだらない、もう話を内容のない話をしてます。はい、でも改めてみんなにエリーちゃんのツインテールのポイントが伝わっていればいいなって。ぜひやってみてください。やってみてください。この動画が良かったなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。